時は戻って1年前ペラグリジアの時代でございます。さあ大変な状況でございますが、あ、女の子がここに落ちている。あ、拾ってみよう、食べてみよう、美味しそう。3秒以内だからいいよね。地獄そんな甘いもんじゃおまへんでってね、えそんな走りにくいロングスカート履いてっからだよね。ということで、まあ早速ね、もうこんなね死にかけている状況からですね、シリースに急がなきゃということなんですけれどもね。はい、ということで一体何が起こっているのかっていうと、1年前のテレグリジアのね話をね今から進めていくということだったんですけれども、こんなプル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 いった。半端ねえと、あ、やばい、オッケーオッケーオッケー、危ない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 、こんな半端ねえ状況で、ふい、ハンドガンも4発しかないよ。こんな半端ない状況の中で果たして生き延びることができるのかっていうね、もう無理な気がする。もう これがね、あのね、僕の覚えてるリベレーションズの中で一番難しいパートなんですよ、本当に。あれ乗ったのに、ああ、なんかスイッチの位置がすごい向けて、ああ、なんかめっちゃ銃もこっち向けてきてる。モルガン、いやー残念ながら、でもね、モルガンを正しいとこのシーンで思ってるシーンで、君はもしかしたらもう過ちの道をたどることになってたんだろうね。ところでこいつとさ、レイモンドって果たして一体どうなったんだろうね。うん、本当に2でも出てこなかったし、いや、ここら辺が謎なんだよな。 PR スって何、まあそれはこれ以上ネタバラシした。 FBC もまたかまだまだ変わると、 FBC が変わって開けた瞬間に、まあ最悪こいつで切るしかないもんね。おらおらおら、透明になるんだよな。で、パン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 、あー、レイモン、レイモン、あー、なんだレイモンが頑張って戦って増えてる。なんだよなんだ、じゃあいいじゃん。あれ、まだ生きてる。こっち向かってこないで。そんな積極的に。積極的っすね。マグナ、フォッサマグナ、キック。やめて。オッケー、危ね。本当にね、あ、いけねえし。だいたい殻ついた。よし。It's okay. I'll be fine.めっちゃ手めり込んどったぞ、壁に。もう、え、お前、何？同系してんの？なんでこんな近くにいるの？すごい遠い声で聞こえてるんだろう。シリアスに退避だと言われてるの。違うんだよ。帰ろうと思った矢先にやられたんだよね。これでハンターにやられた場合って、T ウイルスに感染しないのかな？まあ、こいつらあれか、3人とも T ウイルスには感染しない系女子だったのかもしれない。え？これ向かってくんのかな？ウェブリアウトナンバーズ。We have to regroup。あ、違う、こっちか。あれ、これどこに向かうんだっけ？お邪魔します。開けます。数十名の連中がこんなバイオテロって、こんなもん手引きしたやつにがいるからね、困ってんだろ。だいたい裏で何か起こってるんですよ、こういう場合は。はい。絶対テロリスト許せない。何があったの？このレイモンドの過去も一体何があったのかってのがすごい気になるよね。待って、全然武器が、え？本当に弾ないね。マジっすか？え？こんな36発でさ、うわぁ、なんかもう誰か頭パズキ潰されたのっていう血の残り方がしてる。で、これまた来るんだろう、どうせ。おらおら。ほらほら、来るんだろ、来いよ。来た。モール様、頼むぜ。寝た瞬間に、オッケー。あ、でも今無理か。オッケー、頭ぶちのめし。自己犠牲。ああ、かっこいいな。この時は先輩だったんだな、ちゃんとな。ああ、やばい。ギリギリきっと先輩だった。あ、ちょ、あぶれ。あ、ちょ、バレてないよね。バレてないね。オッケー。よし、じゃあ行こう。Not good. You're losing blood. 出血がひどい。
はい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 、ちょ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 、あのね、いつ奴らが来るか分かんないからね、ちょっと警戒しながら警戒しながら頼むぜ。もうその、いいマシンが持ってらっしゃるんですから。で、なぜか部屋に入れないでここで安心にさせるっていうね、本当に安心なのかどうか疑わしいところではありますが、大丈夫か。医療班が利用してた4階のオフィス、止血帯くらいあるはずよ。 We'll be back, cadet. 頼むっすよ。 Don't go anywhere. 新入り動くなよ。いい子にしててね、パーカーちゃん。パーカーちゃんじゃねえ、パーカーちゃんはいい。これ来る？来ないよね。まあ、これ来たらあれだもんね。ほっといたらレイモンドの子行っちゃうもん。じゃあここには来ないと。で、オッケー。え？こっちに確か、あんた、あれ？あのね、こっちのね、左側の方に行くと。おーびっくりしたー、いたのかよ。ほんで、おめ、こねろ。解放された俺は強えぜ。あ、やばいな、今のあれだな。首狩りだな。あの技食らうと多分一発で死ぬんですよ。あの技食らうと一発で、なんだこれ、あったっけ、あれあったっけ。 FBC は合衆国における生物防衛の実施機関として2001年制定の国家生物防衛法によって設立された。当分は FBC と、その職員が職務執行に対しての権限を規定したものである。 FBC は国内もしくは合衆国権益に関した地域での生物防衛を戦艦し、他国の公衆衛生および生物防衛機関との調整を行う。もって国民の生物学的な安全の確保に尽力しなければならない。 FBC は職員の職務執行に伴う支援、訓練、生物防衛に関する研究開発及びその他活動に必要と思われる体制を構築し、国家安全保障会議の承認の下で行動計画予算を企画立案する権限を有している。 FBC 議長は国家安全保障会議によって選出され、 FBC 職員を統括するだけではなく政府内生物防衛部門の調整と戦略策定の一元化を担う。国家生物防衛コミュニティ長官を兼任する。活動の実施に際しては国家生物防衛コミュニティに参加する国務長官、国防長官、国家情報長官、統合参謀本部議長などに対して支援を要請する権利を有する。ことに国家生物防衛に関する場合は優先的な協力支援が義務付けられている。はい、やべえな、本当にやべえな。これでも複数体出てきたら終わりだもんな、これね、本当にね。で、マジでマシンガンないぞ。で、こっち行ってどこ行かなきゃいけない。これ出てくるよね。あ、出てこないよ。よかった。じゃあこっちで4階の止血帯、ここ何階？ 3 階？忘れた。ここに止血帯がある。あ、ちょヨーロッパには1匹の怪物が出没している。その名は FBC だ。FBC なんで。合衆国が対バイオテロ、あれこれなんか読んだ気がする。元来怪物と呼ばれる組織だな。現在ヨーロッパでは非難の的だ。テラグジルで発生したバイオテロに対し、対策組織 FBC が事実を独占して他国の介入を拒んでいるからで。テラグジルは代替エネルギーの研究開発のため、合衆国と欧米各国が共同で開発した近未来型の海上都市である。ヨーロッパ側は、気候変動対策を目的にせ、合衆国側はアフリカ大陸の電力供給戦略から地中海に建設された経緯がある。現在に至るまで両陣営から派遣された共同委員によってテラグジア対価なく管理運営されてきたといえよう。ところが今回のバイオテロで事態は一変した。条約では対策合衆国とヨーロッパが同等の権限を有すると言われていたが、されていたが、唯一バイオテロという特殊な状況に関しては FBC が対処を主導するとされていたのためである。FBC はバイオテロ対処を目的に創設され、直属の緊急展開部隊を常時待機させるなど、欧州陣営とは比較にならない組織規模を持つ。非常事態発生時には彼らが事態収拾の主力になるという合衆国の意向も働いた結果だった。テラグジア対策本部の指揮を取ることになった FBC 長官モルガン・ランズディールは、欧州陣営の介入を拒否し、FBC のみで対策に当たることを宣言した。これに対し欧州陣営は自らにも権限があると主張、ランズディール氏と対立した。未確認ながら FBC は甚大な人的被害を被っていると、情報もある。ランズディール氏がその剛腕と主力による決断によってバイオテロを払いのけ、自らの怪物のイメージを払拭できるか、口にもわからない。あ、これやっぱ読んだことあったやつでしたね。はい。こっちか。
来る来ない来ない来るあ、来ないね、よかったよかった。来たらもうね、パニー行くパニー行くパニー行く、みんなで慌てましょう。あ、来た来た This is endless。 ほい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 、オッケー。もうね、弾がギリギリの時とね、あの1体の時はね、もうこれでやっていくしかないから。で、4階に止血体、4階におけつがあるっていうことなので、いきましょう。ポシュンポシュンで、止血体はどこだ。あれ、ここに来んのか。めっちゃ歩いてるわー。で、出た出た出た、ホッサホッサホッサ。あ、これ読んでなかった。記事2、ロンドンで出た。彼は原因に取られた、彩られた怪物なのだろうか、それともバイオテロを平定する現代の英雄なのだろうか。 FBC 長官モルガン・ランズディール氏の堂々たる宣言を聞いた者は、その知性あふれる言葉と鋭利な眼差しに圧倒されるだろう。長年にわたって対外諜報活動に従事し、そのカリスマ性から裏社会でも怪物のような存在として語られていたランズディール氏、彼はバイオテロの危険性とその対処を行う専門機関の権限拡大を議会で訴えてきた。これによる死は今日に至るまで FBC こと連邦生物防衛委員会の長官の座を揺るぎないものとし、日の当たる権力の表舞台に颯爽と姿を現したのだ。彼によって生み出された FBC はバイオテロに対処に大きな権限を持つ組織として、国際的な公衆衛生生物防衛の重要なプレイヤーとなるかもしれない。もちろんそれはランズディール氏の手腕にかかっているだろう。怪物か英雄か、死の今後に期待したい。あ、1体だけ他にもいる。特に気づかないっていうね、ハンターも意外と大したことがないですよね。1体だけ、2体いるな。で、あ、当たらない。カッチカチやねん。動いて動いて動いて、オッケー。で、これで向かってくることが確定したから、ほいほいほい、あ、オッケー。あれ、レティカルキー、いいね。で、動き始めた。マイレボリューション、明日を満たすコードさん、オッケー。あれ、あ、こっちにもいた。あぶね、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 あぶね。明日を満たせ、明日を、おお、あぶね、あぶね、あぶね。2体いたのか、まだ。あぶね、3体、トータルで3体いたの気づかなかった。あぶな、もうちょっとでこれ行かれるとこだったね。しかもなんで、あれ、体力マックスなはずなのに、なんか、みなぎってきたーからの首刈りチョップをされるとこだったよね。で、ここなんかこうなんなってるのにさ、次の、前やったところのチャプターだったらね、なんかなぜか元に戻ることができてたから、でも元にじゃね、先に進むことができてたから、あれみたいな。Just what I needed. はい、ちょっと。Just I need. 応急処置ならそれで間に合うはずよ。まあでもこれ以上ね、お乳を流したら終わりだからね。あ、ちょ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 、あれ、あー、これでこれで全部取れたと。セービングセービングセービングポイント。あん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 、私オカマじゃないのにオカマみたいなくなっちゃう。はい、そう、なんかこれを見つけたから取りに行こうと思ったら、なんか全然まっすぐ戻ってくれないっていう。 God, more hunters. More hunters. If you can hear me, get back here now. あ、いいよ、戻ってあげてもいいけど。I knew that rookie would be a pain in the ass. おお、手間のかかる、手間のかかるハンター。手間かかハンター、手間かかハンター、手間かかハンター、手間かかハンター。はい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 。もう本当ビビらせハンターだな。びっくりしたわよ、タクシー。で、こっち、こっちだよ。で、多分来る、え、来ないか。あ、やっぱ来てる来てる。あー、ブルドッグパンチ、なんでやねん、おかしいべや、おかしいべや、お前、お前この野郎、空気読めし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 、オッケー、じゃあこっちが。で、こっち行って、で、もうほんと空気読まないのダメよ。このままじゃ。Listen to me, cadet. You are not going to die. Why? 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 I order you to stay alive. We are coming. Hoi, 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 hoi. Okay. このままじゃなんとなるのか教えてけろ、教えてけろ。聞きたいな、なるけろ。なんだ。
もうなんかもう待ち受けてんだけどこいつ。え、このまま待ってたらいいんじゃない？ほらほら、もうもうさ、行きたくないんだけど。ジェシカゴー、ジェシカゴーゴー。おかしくね？あーですよね。いやー、大丈夫だ、早くやつらを。おー、踏ん張った、あ、踏ん張った、踏ん張った。あー、一発目も、あ、おかわりしたい。オッケー。あ、ちょっと待って、あのね、あのね、あ、ちょ。だからこんな安全じゃないところで安全確保なんて言ってっからなんで、ダメ、そんなことしたら。よし、オッケー。オッケー。新入り貸し一つだ。オッケー、ベリーマッチ。そうね、だいたいね、ちょっとつ盲信のやつは死ん、あれ？ちょっとつ盲信なのに死んでないゴリラがいるな。どういうことなんだろう。やっぱり赤髪のクスはもうすでにいるからなんだろうな。キャラが被るからダメって言われてるのかもしんない。さあ、そんな感じで無事クリアですねと思うじゃん。早く逃げろ。おかしいんだよね、だからレオンの、バイオ2のレオンもそうだけどさ、服の上から包帯は巻くもんじゃねえべ。ねえ、さあ行くか。ここからは山持ってあげながら進みますよ。おお、そうす、進んであげますか。もうこうやってね、ボッコボコにしばき上げながらね。はい、いける、ちゃんと。で、お腹も痛いのね。お腹もやられちゃったのね。それはかわいそうに。はい、おいでおいで。おじさんが来てきたから。早くしろ。ジェシカは来てた。ごめん、ジェシカって。ジェシカちゃん来てた。ごめん。怒ってあげるから。ジェシカちゃん来てた。か、ほんと人相悪いの、こいつ。何が間違ってるって。お目目まで赤いな。考えてくれ。UWC、巧妙すぎる。だから、裏で手引きしてるおっさんがいるんだって。うん。How did they manage to evade the FBC's vast intelligence network? FBC の情報の引っかかる。だからおっさん、おっさんなんだって。Unless somebody wanted this. まあそうですね。誰かが望んだ結果だとしたら。You're stepping out of bounds. あ、すみません。はい。Not here to investigate this thing. まあ怒ってんの、私の操作してるキャラなんですよね。まあやっぱりでもね、憶測で物事をね言ってね、でも推理すること自体は大事だからね。はい。ということで先に進みましょう。先に進めない。これ来る？来ない。セービングポイントしてるんでね。こいつら全然あれじゃん、行く気ないじゃん自分で。まあレイモンドはわかるよ。おい、ジェシカ、お前は元気だろ。ハンドガン、まあ一応取っておくかねえ。で、待て、いるね。ああ、バレたバレ。あれ、なんか超引っかかってる。お茶目だね。お茶目さんだった。で、違う。で、こっち進んでて、そう、こんなとこまでハンターが、ハンター、ハンター。The command room's close by. Just keep our cadet alive. シリス、新入りついてきてね。でもこれ、ちゃん、確か全員ぶちのめしてからじゃないとダメなんだったっけ？うわ、あいって、なんでやねん。じゃあ遠慮はしねえぜ。遠慮などしないでーゴンス。よし、あ、ジェシカやられた。ジェシカ終了のお知らせ。これで1年後は無事平和にクイーンゼノビアも沈むことなく終わらせることができるっていう、そういうあれだろうな。で、どっかにいる。とりあえず拾えるものは拾っておいて。あれ、終わり。あ、終わりです。じゃあ無事クリアでーす。戻りました。あ、あったこんな武器がさ、こんなに武器がいっぱいあったらさ、そんなこれで終わるわけなかろうよ。で、なんでこれだけ拾おう。で、はい、レイモンド先に退避させる。うふふ。そんな会えがない。そんな男の喘ぎ声なんか聞いたってさ。We'll take care of this.Cadet, you'll find shelter in the command room.
おれれ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 れ乱戦になるとこうなる。おお、すげえかっこいい、かわいい。え、パンツ見えるじゃん、そんなことしたら。ダメよ、もう一回して確保。オッケー、クリア。これでハンターとも一緒。よし、じゃあ戻ろう。 I hope so. Let's hit the command room. よっしゃ、オッケー。いやー、最初が大変だっただけに、やっぱりね、後半になってくると弾がちょっとジャブってくるから非常に助けてるね。聞こえているし理解もしている。あれ、もうここの時点で入ってんじゃなかったっけ。その素晴らしい報告に感謝だ。あ、これあれですね。ハゲチャビンと戦ってるじゃない。ハゲチャビンとのご連絡でございますね。はい。ですね。だからディードは沈むんだ。あの沈んだ中でね、徐々に酸素も少なっていく中で一体どうなるかってことね。ああ、そういうことか。でもその日記があれだね、同系だ、どうするんだみたいな日記がさ、なんであれなんだろうね、クイーンゼノビアの中に入ってたんだろうね。あれ不思議だよね。あ、ゼノビアでもやってて、だからディード、セミラミス、ディードってディード普通じゃん。なんか3つで一緒に事件を起こしてたってことなんだね。その中の、まあ、司令塔的な存在の船にディードでノーマンがいたっていうことですね。はい。これがバレちゃってね。で、ってことはノーマン何人なんだろう。まあ、やっそうね、その映像が全部出てきてしまって、まあ、終わるってことなんですね。まあ、これ薄にすればいいっていうのがね、まあまあ、でもここでなんか交渉を持ちかけたとしても多分無理だったんだろうな、残念ながらね。はーい。You burst! でね、でも、大体あれだね、スキルすればいいとかさ、なんか大体まずい言葉が結構ね、この二人、急に長官らしい、まあちょっと待ってくれ、みたいな。はい。これが答えとなるはずだ。本当に？まあね、いろいろと真相が明かされていくところであるんですけれども、まあそこで一体どうなるかっていうところがね、楽しみでございますね。はい、その一方、その頃、あれ？落ちたはずのブルドックが、なぜか赤髪のシャンクスと合流するよー。やー、おてているか？大丈夫だよ。あと一歩だったのに。ああ、新人がいい感じになってるね。I'm sorry, Leon. Leon、レイモンド。You're right.いや、だから、そんなさ、なんか、もう、ウール、最後に伝えられてよかったぜ。最後ってなんだ？まだまだ大丈夫か。悪いのはパーカーじゃない。この世の、なんだって、この世のなんとかのなんとかかんとかのすべてって、FF7 の CC で言ってた気がする。いい顔だ、新人。いつまでもそんな面。ただ、因相は悪すぎるがな。めっちゃ、あれだね、ショットシェルめっちゃあるね。ショットガンめちゃくちゃ撃つ。あー、お二人とも爆死？どうなったのか？その結末は、まあ、モルガンが犯人だっていうこと自体はあれだったんだね。はい、知ってたってことなんですね。だからそれを、どうするかっていうことですね。ブルトル復活させたふりして、モルガンを炙り出すための罠。まあそれがバレてしまったらね。ですね、ですね。ただそのレイモンドと内通してるっていうのもなんかね、不思議だよね。まあ多分持ちかけたんだろうけどね。ゼノビア、セミラミスもまあ証拠がね、残念ながら海のもずくになっちゃったんだね。はい。そうなんですよ。実はね、キースとクエントね、最後にプレイしたところでね、先に FBC のモルガンに先手打たれて、爆撃されて、二人ともね、吹っ飛んじゃったんですよ。だから、パソコンで最後解析データを送るところまでは成功したんだけど、残念ながら二人の命をね、守ることはできなかったっていうのが、というのが実はムービーを飛ばしてしまったがゆえに皆さんにお伝えすることができなかったんですよ。そういう真実が待ち受けているということですね。はい。ということで、エピソード11。
んだ一緒ということで、本当の真実にこれからね立ち向かっていくためにも、次回最終エピソード12に入っていくということですね。エピソード12も確か2つのパートに分かれてたと思いますんで、まあ、両方ね楽しんでいただけたらというふうに思います。ということでね、本日の動画も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いでございます。ではこの辺でお別れしましょう。チャンネル登録もよろしく。じゃあね。